はい、ということで今日は茨城県常総市のランディアさんにいておりますが、今日は軽食、スナック、デザート編ということで頼んでみました。こちらがビーフロティで、ビーフが入ってますね。これはパティスは揚げてあるんですけど、フィッシュが中に入ってる。これはフィッシュロティですね。フィッシュロティです、ね、中フィッシュロティで包んで、こっちは焼いてるタイプで、こっちは揚げてるタイプですね。で、ポルロティですね。ポルサンボール。朝とか食べますよね、うん、結構ね、はい、であとスナックはこういう時間に食べますよね。まさにティータイム。ティータイムにね、3時ですね。紅茶と一緒にこういうのも食べちゃいますね、うん、スリランカは。そしてこちらはワタラッパンっていうスリランカのプリンですね。ヤシの花蜜を使ったプリンでございます。有名なんですけど、ということでこれを実食したいと思います。はい、はい、いただきます。それぞれ食べて感想を。熱いですね。熱いですか。熱い。うまそうだね、でもね。じゃあビーフで。すごい中がいっぱい、うん、具がびっちり、うん、そうなんだよね。おお、具がびっちりですね。はい、こんな感じでございまして、うん、結構具沢山なんですね、スリランカの。いただきます。おいしい、うん、あれは濃いめのカレーのペーストみたいな。しっかりめに味がついてますね、これ。かなり辛め。辛くないですか。そうだ、忘れてたけど、そう、ランディアさん辛めなんですよ。ここはね、結構お客さんがですね、日本人より多分スリランカ人の方が多いんですね。ですから、やっぱり辛いんでしょうね。うん、美味しいです。美味しいですか。ロティのココナッツの味がしますか、うん、風味が。多分この生地の中にもチリ練り込んであるっぽいですね。多分、グリーンチリじゃない、うん、これにもチリだし、これにもチリです。これめちゃ辛いっす。やばいんで、ちょっとこれケチャップを。美味しい。あ、美味しい。結構スリランカケチャップ使うよね。必ずケチャップがローカルなお店とかでもあったりするんですけど。うん、これ普通のケチャップなんですか。はい、辛かったら甘いですよね、ちょっとケチャップ。あ、甘いのもありますね。これでちょっと中和してですね。そうしないと食べられないぐらい辛いです、これ。うん、辛いと思う、うん、カレーペーストなんですけど、あの夜来た時もすごい辛くて容赦ない辛さなんですけど、うん、ということでちょっとずつ感想などいただけたら、辛くてもう食べられないぐらいの辛さでございますが、どうですか。美味しいです。これこの中にも煮込んであるっぽい辛いです。すごい。でも私辛いの好きなんですごい好みです。多分グリーンチリかなんか入ってるんですよね。ポルサンボールはどうですか。ポルサンボールも辛いです。これとこれとかセットで、そうです、セットでのお値段でしたね、はい。2枚ついてて300円。2枚とポルサンボールで300円、はい、お得ね。どうですか。これはフィッシュロティ。生地が何層かに練り込まれてて、なんかパイみたいな感じになってます、うん、外はカリカリで中もちもちな感じで、これも結構しっかり中まで味がついてて辛いです。おー、いいね。あとこのケチャップ、うん、油断してつけるとこれもちょっと辛い気がします。、はい、パティスどうでしたか。パティスは揚げパイみたいな、はい、周りが、中身は多分、うん、一緒かな、一緒かな、緒かな、うん、多分一緒、うん、スパイシーな感じだけどお魚なので食べやすいです。ペーストで豆じゃがいも、じゃがいもかな、結構入っててグッときます。お腹にたまる感じです。このパイが美味しい、サクサクで。辛いですか。辛いけど、はい、辛いの好きな人はすごいいいと思います。辛くて食べれないとかならない、いい辛さ。日本だとあんまりここまで辛いの食べれないから、うんうん、辛いの好きにはおすすめかもしれない。確かにいろいろお店行ってますけど、結構多分全体的に辛め。はい、ランディアさんは辛めなんで、特に辛いの辛にはおすすめのお店でございます。はい、結構ボリューミーなんで、うん、いいですよね、はい、これ1個でもいいですよ、食分ぐらいの感じで。ね、スリランカではティータイム。ティータイムです、はい、これむしろこれ3本ぐらい食べるからね。はい、そんな感じで、はい、ランディアさんから今日はティータイムでお届けしました。はい、ありがとうございました。おい。